おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフを厳選注目22時15分のニュースをお届けします。本日1月11日。 ああ、ゾロ目でいい感じですね。米国、シー傾向ケコなどの最新ニュースをざっと紹介して、で、新企画でですね、明日の番組構成の速報、こんな感じの内容になるかな、みたいなことを紹介させていただいて、そして、日本の関連などを特集という形でちょっと長めに紹介したいと思っております。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を、こんな情報もあるよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上、インゴを使わせていただきます。なんとぞご了承ください。 で、えー、まずはいつものように、長尾さんの署名サイトの現状ですね。現在署名数が1万4652名。そして、エール、応援募金が600万900円を超えましたね。600万を超えました。皆さん本当にありがとうございます。引き続き署名、応援募金ともに募集しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。そして、えー、それでは参りましょうというところなんですが、 あーじゃじゃん新しい企画として番組構成速報というふうなものを送らせていただきたいと思います。明日の愛国40誌 メインチャンネルの愛国四十四の番組構成を紹介したいと思っております。明日の出演の予定、現在の予定はですね、山岡さん、坂東さん、桂木さん、そして長尾さんがスカイプで登場してくださる予定でございます。はい、ぜひお楽しみにいただけたらと思うんですが、明日の内容をざっくり見ておきたいと思います。まずは、立憲 ×CLP 問題の続編、今現在、えー、どういう状況なのかあ、いろんなですね、裏話とかも坂東さんご存知だと思うので、皆さんね、ご存知の方ばかりだと思うので、演者さんの皆様ですね、その辺り、り 深く聞きたいなと思っていたり、また自民党の中でもいろんな動きがまだまだ起こっております。その辺もですね、えー、深く聞いていただ聞かせてもらいたいなと思いますね。特に、えー、長尾さんにですね、岸田総理 V.S 高市さん、なんかこう、経済の面で全然真っ向から対立みたいな感じの報道もありましたが、長尾さんがどう思ってらっしゃるのかなっていうふうに思ったりもしましたね、個人的には。そして C 国内のやばい現状、これはですね、いろんなことがどんどん出てきてますよね。この点、坂東さんに深く聞きたいなというふうに、個人的には思っております。また、メディア、結構ですね、今、マスコミの方がかなり動いてますよね。てあるテレビ局が あリストラの方な流れになっていってたり、また NHK の問題、そして、えー、新聞がどんどん減ってきているというふうな話などですね、いろんなところで伺いたいなーっていうふうに思ったり、また文化人アンケートも改めて発表させていただきたいと思っております。そしてメンバー限定部分ではですね、この愛国四十字では定番の今週の売国のニュースっていうのであったりとか、坂東さんのですね、ニッチな深いお話、坂東忠信の,のトワイライトゾーンであったり、 また山岡哲秀さんの本当にやった都市伝説、長尾隆さんの公開デスマッチなどですね、えー、水曜は特にこのメンバー限定ライブの部分が面白い帰国企画になっておりますので、この点もですね、ぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思っております。明日もぜひご覧ください。お待ちしております。それでは本編に参りましょうというところで、今日はですね、米国、C 国、K 国の お話をざっと紹介させていただくというところから入らせていただきたいと思います短編紹介みたいな感じでざっと勢いよく紹介していきますのでご興味ある方はぜひ、えー、このキーワードで検索していただいて調べていただけたらなというふうに思いますまずは米国関連からです強欲なペロペロさんペロペロさんは企業の強欲さを批判しているがそれでも彼女は議会で監督する大手ハイテク企業の 株取引で個人的に3000万ドルもの金を手にすることをやめないという <laughs> ペロペロさんすごいですねでこちらブリンケン米国務長官普遍的な権利に対する侮辱だ四国の報復措置を批判というふうに言われておりますこちらはですね、えー、こちらですねブリンケン国務長官は四国が先月米国際宗教自由委員会の委員長らを4人を制裁対象に指定したことについて普遍的な権利に対する侮辱だと批判したというように言われていまして シ、えー、国側は、ウイさんの人権侵害に関与したとして、米国が同時軸の高官らを制裁対象に指定したことへの対抗措置だと主張しているというふうなことが言われていますね。でどんどんいきますね。こちら、西村さんの続いてで,です。ポンピオ全国務長官の力強いメッセージ、全米の教育委員会や保安官委員会で、一般国民が BL なんちゃらやキャンセルカルチャーの 反米極左活動で衰退する米国を立て直そうとしているというという風に言われておりますねはい素晴らしい動きそしてどんどんいきますねこちらここから警告関連ですざっと紹介していきますのでね小崎奈々さんのツイートです何でも警告すごいと言いたがる人たちは日本の農作物や技術が盗まれたことは完全する日本から盗んだものを輸出して勝ち誇る国がどうやったら日本を追い抜く先進国になるのか倫理観の時点ですでにアウト 渓谷の長所を見るのはいいことだけど農作物が盗まれていることや国際法合意条約が守られないことは無視できないこれで日本を抜いた先進国とは疑問こちらの方々こちらの名誉教授ですね今日渓谷メディアに渓谷が日本の代わりに G7 に入っても日本は何も言えないと話して注目された。 といいう,うに言われていますねこちらの教授のインタビューで非常に興味深かったのが日本はサムスンに追いつくことはできないと言いながら渓谷側にしかし日本ではサムスンが日本人技術者を引き抜いたという批判が出ているがと聞かれてそれは昔の話とすっかりスルーしたこと言うべきことも言えない時点で信用は損なうというふうに言われていますねこれやばいですねでこちら N k 国北京五輪不参加と C 国支持を表明 C 国メディアというふうに言われていたり またこちら京極最高裁三菱重工の広告または棄却資産売却命令の可能性というふうな話がまた出てきていますね。でスピード紹介こちらこちらなんですがこちらの記事を簡単に申しますとですねこちらですね2021年12月京極の貿易収支はあ違いますね失礼しましたこちらですね。 国民はムン・ジェイン大統領に騙された。彼は弾劾された前任者と同じく意思疎通をしなかった。ムン・ジェインは選択したことで、我々は巨大な機械、し、巨費用を、<laughs> 失礼しました。巨大な機械費用を支払った。鋭くて有能な指導者が5年間の責任を負っていれば、21世紀の大きな祝福となっていただろう、みたいな感じのことが書かれています。アホで書かれていますね。はいなんか 国民はムンジェイン大統領に騙されたと警告メディアが言っているっていう記事ですね。で、これに関して加藤さんが言われているので、ちょっとこれは紹介していきたいと思います。中央日報の主筆がコラムで、国民はムンジェイン大統領に騙された。国民を軽視する三流政治家の執着駅って、今更自分たちが選んだんでしょうが、次もどっちがなっても同じ無実の大統領を延々刑務所に閉じ込めるような国だもの。次はムンさんの番でしょうというふうに言われていますね。面白いですね。で、スピード紹介、こちら。警告がここへ来てまさかの貿易赤字に転落。 資金流出が進む不穏な気配ここで貿易赤字は終わるのかというふうな記事がまた出ていてありこちら「日本の佐渡銀山世界遺産登録に渓谷でヒステリックな日本批判が横行」「いつもの反日原理主義とあきれる前に渓谷に不都合な歴史事実だけでも抑えておこう」「朝日など反日メディアの日本攻撃の材料になるからだ」「月刊朝鮮の編集長著氏のブログにコラムさ 連載していた執筆者の機構というふうに言われていますね。で、スピード紹介こちら。こっから四国関連ですね。衆政権なすすべなし。四国、ロックダウン失敗。北京五輪まで1ヶ月。経済低迷。国内では物々交換もというふうにすごい展開みたいですね、今ね。これで五輪できるんですかね。で、スピード紹介こちら。 恒大集団が本社移転、ロゴの撤去作業始まるコスト削減が狙いというふうに言われていたり、またどんどんいきますね、スピード紹介、こちら、香港の四国軍、中流部隊トップに、ウィーサン武警交換武警交換を起用、民主派への弾圧強化かというふうに、これ不穏なく情報ですね。で、こちら、IOC バッハ会長、再び四国擁護、ドイツメディア猛批判。 人類をバカにしているのかといいい、うふうに言われていますね。はい、なんかこういうのも出てきていたりスピード紹介こちら C 国産肉を食べないでドイツ反ドーピング機構北京五輪選手に呼びかけというふうなことも言われていますねでスピード紹介こちら米インテルウィさんへの言及削除 C 国の反発受けというふうなことも言われていますねでスピード紹介こちらロシア軍がカザフスタンに進出密かに侵攻する 露中の綱引きという風ななんかこれもね怖い情報が出てきてますねでスピード紹介こちら平井工二さんのゼリーです四国で米国企業への反感が増幅気にすることはないこれはあナチドイツの国民がユダヤ民族をやばいことするナチを批判する国はけしからん。ナチを批判するなと言ってるのと変わらない 日本企業は米国のウイさん人権法改正と SDN リストによる制裁に注目すべきというふうに改正されていらっしゃいますね。この件また Q&A でも伺いたいなというふうに個人的に思いましたね。でスピード紹介こちら。これはまた C 国関連ですね。C 国地方財政の悪化加速というようなことが言われております。これが実態ですというふうに言われていますね。この点も気になりますよね。で、えー、こちら。ここから米国かんあ違う違う日本関連で深掘りして ご紹介していきたいと思いますまずは野党関連深掘りでいきたいと思います野党関連深掘りテレビが絶対に報道しないニュース須田信一郎氏が現場に行くと立憲民主党から9億円も広告費を受け取っているブルージャパンはペーパーカンパニー clp の会社登記住所は共有オフィスだったという風なやばいニュースがこちらの動画の中で出ていますねはいこの件もかなり CLP 問題を通していろんなことが情報が出てきていますよねで、えー、野党関連深掘り藤井京都大学教授が元旦「朝さ生」CM 中に立憲小川淳也議員が口走った激しい言葉を暴露藤井氏この発言が中2の子供ではなく筆頭野党の政調会長の発言とはネットの反応クソワラだわ笑わらというわけで言われていますねちょっとどういうことか見てみましょうかね あのですね、とにかく GDP がでかくなればそれでいいなんて誰も言ってないですよ。フリップトークですでにその点は言明しています。ただ GDP の成長の必要性を過小評価してはいけないぞって言ってるんです。小川さんは過小評価しておられますよ。GDP が伸びなければ激しい貧困が広がるんです。で、今、若者は貧困に一番苦しんでいるんですよ。 若い人が希望が持てるようになるためには少なくとも GDP が拡大しなければならないじゃないですかしかも GDP が小さければこの国際競争の中で日本の資産がどんどん外国にたた叩かれているんです実際中国による日本の買収がひどい状況になっているじゃないですかさらに言うと GDP が成長しなければ若い人たちが活躍する機会がなくなり年配の既得権益者が幅を利かせるようになるだから若者の未来のためにも GDP の成長は必要なんですよ普通の人間ならば ならこれは、これだけの話を聞けば環境も大事だが日本の未来若者の未来も大事だから成長しながら環境にも優しい形を目指しましょうという認識が形成され建設的な議論になるはずなのですが議論はそういう方向に展開することは一切なく小川氏はひたすらに人心世論を展開したのです。 ヒットの政調会長であるにもかかわらず、この程度の男なのかと思うと誠に遺憾というほかないのですが、点点点。それが現実である以上は致しか方ありません。で、CM の時にあまりにも小川氏の議論が稚拙に過ぎるが、ゆえに、党の立憲民主党が国民から見放され、それを通して与党自民党がますます増長し、増長し、我が国がさらに地獄への調落の速度が加速されんことを 幾分なりとも食い止めんがため小川氏に小川さんさっきのようなお話をされていて僕が心配するのは若者たちが立憲民主党は決して僕たちを救ってくれないダメな政党だって思われてしまうことなんです。日本に立憲さんは今とても大切な政党なんですからもっと若者が立憲さんに任せれば僕たちもなんとかなるっていうふうに思えるようにご発言いただきたいんですよ。 と、心中の東方の感情をすべて押し殺した上でできる限りの精神力を使って優しくお話しさし上げたのですが、てんてんてん。返ってきた言葉は、今が勝負なんです。世論にこびてちゃダメなんです。今が踏ん張りどころなんです。と、恐るべきご反応。これじゃあ、2022年は腐敗し続ける自民党はますます上長して、その腐敗の度がますます深まるのが本当危惧されてしまいます、しますね。なんといっても、この小川さんを抑え込むのに、あの竹中先生と一緒に、いやいや、政治、 経済成長ってとてもお大事なんですよと,とっても大事なんですよってたしなめないといけなくなっちゃったわけですからてんてんてんというふうに言われていまして小川議員がすごかったみたいですねこれはちょっと衝撃的ですね <laughs> でこちらいや野党関連深堀。福島みずさんのツイートです成人の日新横浜駅で会場に向かう新成人の皆さんに話をしていました 話をしました。安心して学び、働き、暮らしていける、そんな社会を全力で作ります。憲法を解約して、若者が戦争に行くようなことをしてはなりません。みんなの未来に原発事故もあってはなりませんし、えー、こういう危機を乗り越えなければなりませんというふうに言われてますね。憲法解約っていうふうなことをあーおっしゃったんですかね。はい。いやー、すごいなと思いますね。で、こちら。ここから経済関連深掘りをしたいと思います。 経済深ホーミズ水ー銀行恒例イベントシステム障害水ズ銀行がついに諦める他のお取引金融機関様のご利用もご検討願いますネットの反応まさかの白旗とうとう他業をおすすめしだしたわらわらわら嫌なら使うな状態わらわらわらとなっておりましてどういうことかと言いますとこちらのこれが事実であればなんですがこちらのですね、えー、他のお取引 金融機関様のごご利用につきまましても併せてもせ検討願います。だめだこりゃというふうに言われていましてシステム障害の件でこの本ようにメールが来たようで,でその中でこのようなことが書かれていたということでちょっとこれは <laughs> これ事実であればマジでやばいですよね <laughs> ちょっと笑ってしまいましたでこちら平井浩次さんのツイートなんですがこちらの記事ですね新着記事 先知る編集部現在の水際対策は江戸の鎖国を彷彿楽天三木谷氏政府に苦言というふうな記事を紹介されて平井浩二さんがテンセントが大株主になった後ますます騎士鮮明だなというふうに解説されていらっしゃいますねこの件もぜひまた Q&A で深く伺いたいなと思いましたねでこちら経済深掘りですね三木慎一郎さんのツイートです 日中交流イベントが活発に開催されており外務省日本領事館主催で日本 PR を目的としたイベントが多い写真は1月8日に鹿児島県特産品を PR するこちらの重慶ですかね重慶高田総領事と鹿児島県上海事務所長外務省は交流事業より先に法人の安全に関わる仕事を優先してほしいというふうに言われていますねこの件もやばいですね こちらここからメディア関連深掘りですねメディア深掘り